若狭勝のニュース軸です。本日は、石破総裁、こうした事実があれば、辞任せざるを得ないのではないか。その事実の可能性を深掘りしたいと思います。新聞赤旗らがですね、先日の衆議院議員選挙の期間中、ある事実を報道しました。その事実というのは、自民党が 10月16日付で政党交付金という税金を非公認候補が務めるですね、各政党支部の口座にそれぞれ2000万円送金していたという事実です。まあ、この報道を受けてですね、自民党の森山幹事長がその事実を認めました。その上で森山幹事長、 非公認者の政党支部に交付した2000万円についてはあくまで党の組織としてしっかり党政拡大のための活動をしていただきたいという趣旨で支給したものでありまして候補者に支給したものではありませんというコメントを発表しましたさらに自民党がですね 自民党公認候補者に対してですね、文書を送付しました。その文書はですね、非公認候補者が代表を務める政党支部への2000万円の交付についての弁明のような話になっております。具体的にはですね、まあ、非公認候補者が代表を務める政党支部への2000万円の支給は 政治と金の問題とは全く異質であり、何ら法律的、倫理的に後ろ指を刺されるものではありませんと。今回のその2000万円の政党交付金は、あくまで党勢拡大のために政党支部に交付したものであって、 選挙における公認とか非公認とは無関係であると。しかも非公認となった支部長が自らの選挙運動にこの交付金を使うことはできませんというような内容の文書を自民党の公認候補宛てに文書として送付しました。小泉慎次郎選挙対策委員長はですね、今回の自民党の大敗を受けて その委員長を辞職したわけですが、開票後のですね、コメントにおいて、非公認者への政党交付金2000万円交付の問題は、国民の理解を得られなくなって、批判が非常に強くなったと。選挙で負けた要因となったのは間違いないと、胸述べていました。まさにですね、私がこの YouTube のチャンネルで、党開票日の翌日に即応で述べました。 この2000万円問題は自民党の石破さんのそして森山幹事長のオンゴールのようなものだと述べました。ハイハイの要因となる歴史的な問題、これがどのようなものだったのかについて少し深掘りしたいと思います。 実はですね、マスコミなどにおいては、いわばこれが公認料みたいなものだったから、一方では非公認としておきながら、事実上公認料を払っているなどは、もってのほかだというような批判をしていたのですが、私はもう少し掘り下げて検証したいと思います。その際にですね、まず公認候補者にもその2000万円が、 政党交付金として交付されているんですが、その際にはですね、公認候補者宛ての支部政党交付金支給通知書というのが交付されています。その政党支部交付金支給通知書の中にはですね、支部会計責任者殿という宛名が書かれています。 そして自由民主党幹事長森山博史作成名義となっていて支給額が公認料分500万円活動費分1500万円合計2000万円振込日は令和6年10月10日付振込先講座は政党支部の交付金専用講座となっていますそしてですねここからが大事なんですが この通知書にはですね、この2000万円の交付金の使途、使い道については限定していますので、その限定された方法でご使用くださいという形が書かれています。そして、限定された使途としてですね、ここが大事なんですが、選挙運動に使う場合、これはあくまでオタクの政党支部から候補者、 まあいわば政党支部の代表者であるんですが、その候補者への寄付として支出してくださいと。そして、政党支部から候補者個人への寄付として扱った場合は、ちゃんと選挙運動費用の会計帳簿に候補者は収入として記載して、ちゃんと選挙管理委員会にはその旨の報告を必ずしてくださいと。 書かれていたんですよね。そして、えー、今の選挙運動に使ってください。使う場合ですが、政党支部の活動資金として使う場合も、えー、使途としては可能ですと。例えば、政党ポスターとか、新聞折り込みだとか、電話、臨時の設置費用などが限定的に政党支部の活動資金として使う可能なものでありますと書かれていました。 問題となっているのはですね、非公認公社への分。非公認公社っていうのは今回10人ぐらいいたんですが、西村康利さんのところには支部に解散している関係でお金は入ることがなされなかったようで、他の9人の人は今回2000万円が非公認公社分として政党支部に振り込まれていると思うんですが、非公認公社用の 支部政党交付金支給通知書というのもやはり発行されていると。まあ、情報によるとですね、令和6年10月13日付のもので、10月16日に2000万円を繰り込むという形になっているようです。ただ、この非公認公社用のこうした支給通知書、自民党からは公開されていないので、 実際にどのように書かれていたのかは、はっきりとはわかりません。ただ少なくても、どう考えてもですね、公認料500万円という記載があるはずはないと思うんです。これは公認校舎の方には公認料500万円って書かれてますが、いくらなんでもバカな形で、非公認者に対しても公認料500万円という記載をするはずがないので、これは書かれていないと思います。 それではですね、使徒に関しての記載はどうなっていたのか、これは公表されていないんでわからないんですが、ただ疑念としてはですね、お宅の支部に振り込みますけれど、お宅の支部長である非公認候補者と言ってもそちらの候補者に寄付として扱ってくださいというような記載がある可能性があると思うんです。このような非公認者に対して選挙期間中に、 二千万円の政党交付金を振り込むというのも、例としてはほとんどないと思いますので、今まで作ったひな型をそのまま使った可能性もあるんじゃないかと。そう思いますと、非公認者用のその交付金の通知書の中にも、使途としてあくまで選挙運動に使う場合は、支部から あその候補者個人へ寄付として、えー、えー、行った上で、候補者が、この場合は非公認候補者ですが、選挙運動に使っていいというような胸のことが書かれている可能性はあると思うんです。仮にですね、そのような記載があったとしては、これは本当に大問題なんですよね。というのは森山幹事長とか石破総理はですね、このお金はあくまで 政党支部の統制拡大のために交付したものであって、公社個人の選挙運動に使うことはできないということを明言していました。ですから、その明言してたにもか,かわらず、通知書の中にあくまで選挙運動用として使うんであれば、公社への支部から寄付して使うようにしてくださいというような記載があったとしたしたらですね、もう完全に虚偽の説明をしていたと。 国民を騙していたということになるわけですから、石破総理の辞任というようなことに発展してもおかしくないと。まあこれですね、弁明をするかもしれません。政党支部から候補者個人へ寄付したというところまでは述べていないと。まああくまで政党支部が候補者の選挙運動には使うことはできないと、森山幹事長らは説明したに過ぎないというようなことを言うかもしれない。 しかしですね、それは奇弁であって、まあそうした通知書に候補者へ寄付した上でというようなことが記載されていたとしたら、これはもうあってはならない大問題だと思います。まあ石橋総裁はですね、少なくても選挙期間中の10月24日にですね、選挙演説でこんな交付金は問題ないと。 それをマスコミが問題にあるような形で報道するということは、憤りを覚えると逆切れしていたんですよね。まあこのようにですね、まあ場合によっては問題なんですが、これがですね、こうした個人へ寄付して使ってくださいという記載が仮にこの通知書の中になかったとしても、やはりこの時期にですね、非公認者へ生徒支部に2000万円交付しているということはおかしいと思うんですよね。 で、その非公認者は自民党の統制拡大としてそんなお金を使ってたら国民からもう直ちに不信に思われてそれでもう国民の信頼を失うわけですから自民党の統制拡大のために政党交付金を使ってくださいと言ってこういう非公認校舎の政党支部に2000万円をもう交付するなどということはまずあり得ないと思うんです そしてですね、この自民党から来た通知書に仮にですね、個人への寄付として使ってください、選挙運動にはというのが書かれていたり、これまでの慣例上ですね、自分の個人への寄付として使えば選挙費用にも使えるというような思いがあって、実際に政党支部のお金を非公認補者の個人へ寄付していたとした場合に、 これをですね、選挙用の収支報告書にちゃんと記載しなければいけない。しかし、記載してしまって、選挙管理委員会に報告してしまうと、それこそ石破総裁とか森山幹事長が、校舎個人の選挙運動には使っていないと言っていたことが、もう間違いなく嘘だったということがバレバレになってしまう。そうすると、この非公認校舎は、一旦は自分の個人への寄付を受けていながら、 選挙費用の収支報告書にはですね、寄付を受けたということをなしにして報告する可能性がある。そうするとその時点でですね、収支報告書の虚偽記載という、また新たな虚偽という話が出てくるんですよね。で、そういうことが嫌だからつって、また一旦寄付されたものを政党支部に2000万円を逆に戻すというようなことがあり得るわけですが、まあ、そうだとしたら、まさしく寄付して、 いなかったことにするということで、隠蔽仮想ですし、場合によっては証拠隠滅ということにもなり得ると思います。まあ、このようにですね、今回の2000万円の問題、非公認校舎への政党交付金の交付というのはかなり根が深いと。ですから、このようなことは本当はきちんと検証しなければいけないと思います。ただですね、こういう問題がどうして発覚したかというと、自民党側の 内部情報を赤旗側にした可能性はあると思います。なぜなのかそれは石破政権に打撃を与えようとしたのかあるいは岐阜にかられたのかはわかりません。しかし、まあ、このような、それこそ自民党の内部のものしか知らないものが自民党の不利になるようなことを大々的に言うってことはあり得ないんで、誰かがいろんな思惑で内部リークをした可能性はあると思います。 それから最後にですね、この非公認者への2000万円の税金の交付、誰が決めたのか。これは森山幹事長が決めてるのは間違いない。しかしですね、石破総裁が全く知らないっていうことは、普通はあり得ないと思います。幹事長がですね、石破総裁に黙って一存でやったということになれば、これは即刻ですね、石破総裁は、 森山幹事長を更迭しななけければいけないというふうに思えるところですから石破さんが全く知らないはずがないしたがって石破さんが知っててこうした2000万円の交付をしておきながらそこに虚偽の説明があったとしたら石破さんこれはもう終わりでしょうというふうに思います本日の動画私の解説良、えー、かったと思う人は。 チャンネル登録、グッドボタン、高評価どうかよろしくお願いいたします